富岡のパル山木化粧品店の佐藤雅子と申します。よろしくお願いいたします。もう長いんです。60年もやっておりまして、こちらに嫁いだのは52、3年前なんですけども、結婚前から化粧品業界におりましたので、合わせると60年ちょっと過ぎました。これはね、本当にね、偶然というか、たまたまちょっとした知り合いが化粧品業界におりまして、あなたやってみないということから始まったんです。でそのままお勤めしてたらば、また化粧品屋から嫁に来ないかという話がありまして、そのまま続きました。製糸場の中の工女さんたちの関わりは、まあ、たまたま化粧品や、それから小物、女の人の喜ぶようなものを大半売ってましたのでね。で工女さんたちの楽しみは何かというと、やっぱりお休みの日に、その頃は週休もちろん1日だけあって、周りの企業は週休なんてところは一度もない、どこもない時代でしたから、1週間に1回お休みのある工女さんたちを周りの商店街の人たちも羨ましく思ってたそうです。はい、もう賃金形態も本当に能率級だし、今だったら分かるけれども、その時代は年功序列の時代でしたのでね、とてもみんなが羨ましがってるほど、お休みの日はお金を持って町に遊びに来たり、あとお買い物、私のうちは結構していただきまして、で化粧品店というのはお客様のお名前とご住所をいただいてるんですよね。でそういう人たちがだいたいいつも 5,60 名、私のお店の中でも 5,60 名製糸場の工女さんたちのお名前をいただいてたんですね。ですからそういう方たちに年に何回か、今は最近毎月やってますけど、年に何回かダイレクトメールを出すわけですよ。ですけどとにかく近いもんですからね、もう富岡市、富岡一番地はもう製糸場だから、その人たちはだいたい私まとめて守衛さんのところへ持ってってこれお願いしますと言うと切手代も浮きました。そうですね、主に化粧品なんですけれども、とにかくお盆と夏休みのお盆とお正月に帰る時が、まあ、一番の私どものお店で言えば稼ぎ時、工女さんたちがもう楽しみにうちにいる妹や弟、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんにいろいろなものを買ってっていただけるわけです。で今は化粧品ほとんど専門店なんですけれども、その頃はうちはね、百貨店、今でもね法人名は百貨店なんですけれども、本当に百貨ぐらいあったんですね。だから小学生の子供、妹が小学生に入るんだなんていう工女さんのお姉ちゃんはうちでランドセルを買ったり、でおじいちゃんおばあちゃんにはストールを買ったり、で私が嫁に来た時はね、一番売れたのがね、折りたたみ傘です。みんな普通の大きい傘を差してましたので、長いで折りたたみ傘というのがね、すごいステータスだったんですね。それを買うのが皆さんが夢で、今で言うとそんな、今は傘は安い時代になったけれども、すごい高いんですよ。給料の何分の1ぐらい高いような傘がお正月と夏休みには飛ぶように売れました。そのお土産も傘、折りたたみ傘はこのぐらいのものですけれども、フランス人形なんていうのが流行った時代がありまして、私が嫁に来た頃、フランス人形っていうとそれこそこのぐらいの高さで、このぐらいの幅があって、こういう大きいものなんですけれども、それをどうしても家へ買って帰りたい、今なら宅配便がありますけれど、そういうのがない時代ですから、で大変送るとね、欠けちゃうと困るよっていう話で持って帰るって言うんですよ。で持って帰るってもうどうするだろうと思ったら、その時代はいいシステムがあったんですよ。富岡駅から高崎までこんな大きい荷物も人間と一緒に、人間の何分の1かのお金を払えばいいんでしょうかね、チッキという言葉ですけどね、そういうので富岡駅から高崎まで行って、そこからそれぞれのところへまた持ち帰りで、それも梱包するのが大変で、私は大変な思いをしました。そうなんです、段ボールというのがまだそんなに浸透してない時代だったから、
もうそれこそ新聞紙でよく包んで、その間に今で言ったらあのポチポチなんてなさ、ああいうのがありますけど、そういうのはないですからね。あのパッキンなんて言ってセロハンの細かく細かく切ったようなの、よくあの森かごの果物の中の下に引いてありますでしょ。あんなようなのでパッキンをしたり、いろいろそれを送るようにするには大変でしたよね。持ち帰ったり送ったりは。あの化粧品は買いに来ていただけるんですけれども、あのお友達が買いに来てくれたり、あるいは頼まれて紙に書いたのを持ってきて私が配達で届けることもありました。もういっぱいでした。ましてはこの通りと銀座通りというあのちょっと細い道ですけどね、あそこがもうあの商店の王道のところで、でもね、あの商売を始めたらやっぱり宮本町に出なくちゃっていう、そういう風潮がありまして、そういうふうに羨ましがられた商店街なんです以前は。はい、以前は。ですから商売やったら宮本町行かなくちゃね、出なくちゃねっていう話があったそうですけれども。やっぱり商売する人にとってもやっぱり憧れの。そうですね。それこそ私が嫁に来た頃は、あの突き当たりに諏訪神社さんがありますけれども、あの諏訪神社さんがもう本当にね、見えないぐらい人がいっぱいいましたよね。あとは今はテレビとかそういうのがありますから、そういうことがいろいろなくなったんですけれども、初売りだとか七夕だとかはもう本当にね、前のうちへ行くのもはばかれるぐらい人がいたんです。だからお祭りのようでしたよね、そういう物火はね。七夕は結構続いてたそうですけど、私が嫁に来てからしばらくしたら本当にピークになって、で市長賞だとかなんとか賞っていうのをもらうと、じゃあもうまたあれをやらなくちゃと思ってね、ずいぶんお金もかけたり、あの人もかけたりしましたね。夜鍋で作りました。それでうちなんか大体いつもテレビでちょっと活躍しているようなあの漫画っぽいものを作りましたので、子供さんが毎年うちの前へ来て写真を撮ってる。で、ある年にすっごい風が吹いて全部竿ごと持っていかれて、1日目でダメになっちゃったことがあったんです。そうしたらばお客さんみんなに、お宅の前で子供の写真撮るのが成長の記録だったのに今年はどうしてくれるのって言って、とてもお叱りを受けましたけれども、あ、そういうふうにお使っていただけてるんだなっていうふうに思いましたよね。それぞれのお店に入る他に、ほら映画館が、私が嫁に来た時4つもなかったんですけど、一番あった時映画館がこの町に4つあったんですって。聞きますよね。4つもあったんですかって思いますけど、あとはね、駅のそばにダンスホールもありましたよね。あの元の、そうですね、細い通りなんですけどもね、あそこにね、水瀬さんって写真屋さんの間をちょっと入ったところに広場が、今は広場になっちゃってますけどね、あそこダンスホールだったんです。私嫁に来て一番驚いたのは、私どものお店の裏が全部下流階だったでしょ。もう全部スナックだとかキャバレーとかバーとか、こんな小さい町に商店街の真裏に何であんなにあるんだろう。もう一時期は高崎より芸者さんの数が多かったって言われるほど、ああなるほど、官営精神があって、政府の要人が来るとそういうところでもてなしするのねっていうのが分かりました。今でもその名残で本当にたくさんありますよね。他の市から来るとびっくりしますね。なんで富岡はね、飲み屋があるんだいって社宅の奥様方も、あの そこにいつも いらっしゃる上長さんの奥さんだとか、その上層部の奥様方住んでましたよね、あの中にね。はい、それでね、あのうちの私のシュートがね、こんな料理私初めてだけど誰に教わったのって言ったら、社宅の奥さんはね、日本中いろんなところから来てるから変わった料理が教えてもらえるんだよって。それで社宅の奥さんがね、お給料前でお金がない時は大根1本と油揚げが2枚あればうち中が食べられる料理ができるっていうんで教わったんですって。でその教わった料理が私のうちがずっと続いてまして、貧乏鍋っていうんですけどね大根飯じゃないけど、普通に味噌汁入れるように大根を切って油揚げと炒めて、すき焼きのように甘くお砂糖とお醤油で味付けるんだけど、
これがいい味がして結構おかずになるんです。で、油揚げじゃちょっと栄養が足らないかなと思うと、豚の細切れなんかを入れますとね、ちょっと中産階級ぐらいの鍋になってね、美味しいんですよ。で、それはずっと今も引き継がれてる我が家の料理です。そうですね。そう、社宅の奥さんはなかなかね、群馬県の人ばっかりじゃないから、はい、珍しいいろんなことが教われたそうです。うちのおばあちゃんたちは、ね、歌のとても上手なね、そこの料理屋さんの中井さんが片倉温度の製糸場の温度を歌うんですよ。あれ録音しとけばよかったなと思うんですけど、ものすごく上手で、誰に聞いても、うん、上手だったねって言うけど、音源が残ってなくて、ああいうの残しとけばよかった、なるほど、そうだそうだっていうような富岡の風景を歌った温度なんですよ。製糸場温度とかなんか言ってましたよ。結構そういうのもこう街中でも流行ったり。そうなんですね。で、私たちもそこのところには宴会なんかで行くと、その中井さんが出てくると、歌ってちょうだいって言って、みんながもう私が来るとその歌を歌わせるんで、いやねなんて言いながらもね、よく歌ってましたよ。まさに製糸場とともにですよね。信州屋さんってシューマイ屋さんがあるじゃないですか。私のお友達なんですけど、奥さんが、それこそね、私のうちは製糸場とともに発展してたお店なんだよ。製糸場がダメの時はダメになっちゃったし、それと同じに引き継いで私のうちは来てるのよって言ってましたけども、信州から来たから信州屋さんで、なるほどと思ってね。で、旅館で出してたシューマイがとても人気があったんで、商売してみたらっていうんでしたら、ああなったという、ね、だからそんないろいろ製糸場の近くではいろんなエピソードがありますよね。